バリ指一本で手軽に楽しめる爽快ラインバトルゲームなのじゃ。指一本と侮るでないぞ。ドラパレはやり込めばやり込むほど癖になるのじゃ。今回ドラパレの魅力を伝えてくれる者たちを呼んだぞ。いでよキキパレード。はい、皆さんこんにちは。小生意気で攻撃的なチキパレードです。なんと今回私たちチキパがあのセガネットワークスさんのスマホゲーム大乱闘ドラゴンパレード、ドラパレの魅力をたっぷりとお伝えするという役目をいただいたということで、はい、かなり気合が入っております。イエーイ。さあセランどうですか。はい、はい、大乱闘ドラゴンパレード、うんうん、私たちチーキーパレード、うん、パレードがつくものに悪いものはないんですよ。持ってますね、やっぱり。そうなんです。だから本当に楽しみです。そうですね、はい、やっぱこういう機会もなかなかないのでチキパからたっぷりと魅力をお伝えしていければいいなと思います。それでは早速いきましょう。ほい、ピッ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 。うん、元気があって良いの。期待しておるぞ。ドラパレの基本はクエスト、何事も基本からじゃ。まずは一緒に戦う仲間を選ぶべし。まずこれはチーム編成。オッケー。そうだね。はい、こっち。あ、一人しかいないよ。寂しいよね。こっから選ぶんだよね。あ、そういうこと。はい。え、これなんで色分けされてるんだろう。え、何色ある。一、赤、青、緑、黄色、紫。5個も5種類あるんだね。何選んだらいいのか全然わかんない。え、でもやっぱなんか赤ってさ、うん、火とかそういうなんか強そうなイメージね。それだ。だから赤から選んだら。確かに赤強そう。いいよいいよ。最初待って、ちょっとこれ可愛くない。可愛 い。え、これ何、見てみて。どういうの。フレームだって。フレーム可愛 い。どういう基準で選ぶ。やっぱ強いのでしょ。可愛 いのでしょ。なんでよ。だって強くないとさ戦えないじゃんね。じゃあ、うん、強いのと可愛いの一緒に入れたらいいんじゃない。いいよ。どうしようか。これ1とか書いてあるけど、あ、これするにしてるの。あ、これか、うん、じゃあ上にしますか。わかった、わかった。よし。え、スケートとかあるんだ。どうしよう。じゃあすごいね。と上のやつにしますね。わかった。いい、ね、よし、じゃあスタート。いいね、赤ばっかりで来たけど、うん、絶対勝てるよ。バトルスタート。え、これどうしたらいいんだろう。ここさ、え、めっちゃ海岸だよね。海岸。赤ばっかで大丈夫なのかな。赤ちょっと押してみた。あ、これゴブリンじゃない。ゴブリン、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 待って、ゴブリンの青いやつがいる。え、これこれなんだろう。え、これ押したらいいのかな。え、90。え、押してみて。あ、上がった。なんか上がった。え、ちょっと待って、いろいろ出してみる。ゴブリン、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 はい、ゴブリン、いけ、ゴブリン。え、ちょ、鬼も、鬼も、あれ、めっちゃ強そうじゃん。え、待って、なんかすごい攻められてる。ゴーコン、めっちゃボスボス。え、ボス来た、ボス来た。ボス来た、ボス来た。ボスでかい。どうしたらいいの。ボス大きいよ。あ、え、ゴブ、ゴブ、ゴブ、あ、水のところだったじゃん今。水いっぱいあるところでさ、うん、炎出しても意味なかったんじゃないの。あ、そっか、そういうこと。水赤いっぱいだったらさ、水で消されちゃうみたいな。そうなんじゃない。やっぱあれなんじゃない、色とかでさ、うん、強さとか分かれてたんじゃない。じゃあこれさ、うん、うん、一番真逆、うんうん、一番負けるやつ出しちゃったってこと。赤で。お、大事なことに気がついたようじゃな。モンスターの属性を見極めることで戦いを有利に導くことができるのじゃ。しかと覚えておくがよい。じゃあもう分かったよ。セランがやるよ。お、任せた、任せて。チーム編成は可愛いのにするね。え、可愛いのいっぱいいるね。でもえ、ねえ、ペニペニもさ、え、アオちゃんいる。天使だね、本当に。これ見てるだけで癒されてる。え、そうそうそう。いや、スライムの存在感。でも、もうこれ押していいの。めっちゃ怖いじゃん、ここ。え、これ、え、
可愛い子で勝てるの。ね、この子超可愛い。あ、来て来て、ボス来たぜ。ボス何？ボス？ボス？ボス？ねえ、大きいから。待って待って待って、やばい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 、そうなるよね。そうなるよね、うん、なんでやっぱね、うん、可愛いだけじゃダメだよセラン。ちゃんと強いの選ばないとダメだよセラン。分かった。まあまあまあ、チーム編成も十人十色じゃん。お気に入りのモンスターを見つけて自分だけのチームを作るのもドラパレの醍醐味じゃ。もちろんモンスターの育成も忘れてはならんぞ。もう次はマリに任せて。分かった。もう超強いので集めてきたから。強いの？本当大丈夫？うん、もうね絶対勝てると思う。勝てる？うん、頑張って。任せてね。うん、よーし、ちょっとスタート。ゴブリン、ゴブリンやめて。やられてる。ああやばい。いっぱい、あのいっぱい出さないと。攻撃しないと。全然。うん。あ、ボス来たよ。ボスが来た。来たよ。何これ何これ。ソウルブレイク。これやってみるさ。ドラパレのさら